ジュラシックギザーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。大好評の全国セミナーツアーですね、第3弾が決まりました。今回は福島県に、お邪魔します。7月の24日土曜日、12時30分から15時30分まで、今回は3時間の、みっちりのセミナーになります。限定20名様になりますね。また今回はですね、セミナー終了後に4名様限定で懇親会を行いたいと思いますので、そちらもですね、早い者順ですのでぜひご予約ください。詳細は動画の概要欄にありますのでぜひご覧ください。皆様のご参加お待ちしています。よろしくお願いします。はい、教えてジュラシック。今日はですね、ペックフライ胸ですね。はい、まあ、胸の種目の、マシンの代表的な、まあ、大体胸のマシンでジムというとペックフライは大体置いてあると思うんですね。プレス系のマシンっていろんなメーカーがあって、まあ、いろんな軌道があるし、インクラインであったりディクラインであったりフラットであったりあると思うんですけど、ペックフライの場合は基本的にはまあメーカーが違っても動き的にはほぼ一緒かなと思いますので、ぜひ参考にしてもらえればなと思います。まず、僕のやり方は、シートなんですけど、やっぱり座ってしまうと足の踏ん張りがあまり使えないので、ちょっとこうお尻を浮いた状態ですね。で、踏ん張ります。で、ペックフライの場合は、やっぱりこの特徴は、こっから先の負荷ですね。ここだとダンベルフライでも負荷があるんですが、こっから先が抜けてしまうところを、やっぱりペックフライは補ってくれるので、やっぱりこの最後のこの、この辺からのこの最後の局面ですね。ここでいかにこう、挟み込んで力を出すかっていうところだと思います。でまあ、手が遠いところで挟めばより収縮も強いですし、ちょっと曲がった状態で近くで挟めばパワーは出ますんで、ただやっぱり最後までこう、絞り切るっていうのは意識してやってますね。で足もあんまり開いちゃうと、収縮がちょっとしにくくなるので、今ちょっと狭めにして、僕はちょっとこうシートを挟む感じでやってます。でちょっと反るのと丸々のの間ぐらいの体の使い方ですかね。はい。で、息をしっかり入れて、で、こうイメージとしてこう胸の真ん中ですね。真ん中をまずストレッチ、息を入れて、この辺じゃなくてこの真ん中に息を入れて、胸を開く感じですね。で、その状態でちょっとこう離しておくんですね。このべったりついたところはちょっと離して、で真ん中に重さを乗っけた状態から、あとは前で閉じる感じですね。毎回こっちで息吸って、真ん中を開いておいて、ドンって感じですね。肩甲骨はあんまりギチギチに寄せないし、思いっきり開くわけでもなく自然に動かす感じでやってます。で、あとはできれば背中を後ろについた状態で合わせる。ただギチギチに寄っちゃってると合わせれないので、まあ、自然に開いていく感じです。で、まあ、ペックフライは、僕の中ではこう追い込むのにテクニックがいるのかなと思いますね。例えばこうできなくなって、もう当たんないで終わっちゃうんじゃなくて、僕の場合はここからグッてきて、ここまでもう無理と思ったら一回ここで息吸い直して、ここからちょっと前に出ながらどんどん当てちゃうんです。とにかく最後のこのここの力は、まあ、後半はちょっとこうフォームが丸々感じになってでも、追い込むような感じでやってますね。で最初からもうこういかないとできないような重さだと、やっぱちょっと肩の前に入りやすくなってしまうので、基本的にはちゃんと胸で収縮で動かして、最後上がんなくなったらちょっと顎引いて押し込む感じ。でさらにできなくなったら1回置いてって感じでレストポーズ挟んで1レップ1レップいって、それでもできなくなったら終わりみたいな感じになってますね。なんで段階として3段階で追い込んでる感じですかね。普通にやるのと、これでやるのと、1回置いてドン、1回置いてドンって感じです。結構追い込むテクニックがね、これ身につくとすごい限界まで力出し切れる種目なので、
なかなかダンベルとかフリーウェイトではできないですね、バーベルとかで、ね。このマシンはすごくこう追い込みやすいのかなと思いますね。はい。まあ僕なりのこだわりですけどね、これは。まあ僕は胸が弱点で、ペックフライは長い期間やり込んだんで、なんかその中で、ペックフライなりのこう、追い込み方とか、使い方をいろいろやっていく中で、まあ見つけたというか、まあ、定着したやり方ですかね。はい。まああとはそうですね、動きのバリエーションとして、例えば、あんまり皆さんやらないかもしれないです、僕がやってたのは、重い重量、真ん中、軽い重量ってやってたんですけど、重いやるのをやるときなんかはやっぱりもうここで息吸っといて、もう一気にドンですね。ドンって感じですね。で、軽いのやるときは、逆にもう軽いので、ここはゆっくりって、ここでギュッと2秒ぐらい止めるイメージでやってましたね。ギュッ。そうですね。この真ん中にギューッと絞り込む感じですね。まあ、こんな感じで動きのこのスピードとかパワーの出し方でもバリエーションを作れるのかなと思いますね。はい。何かありますか？これはもうこう言っちゃったんですけど、マシンありきっていうか、マシンなかったら対応ですし、もう本当このマシンがないとこの動きっていうのはできないですね。フリーウェイトじゃもう絶対できないですし、まあケーブルだったらできますけど、やっぱケーブルだと結構軌道がいろいろできちゃうし、体が持ってかれるとかね、なかなか追い込むのも難しい上級者向きかなと思いますんでね。結構皆さんケーブルやる方多いんですけど、初心者の方でも、まあ、まずペックフライやってもらうとより確実にこう胸の収縮感っていうのは分かるかなっていうふうに思いますね。ジムによってのバリエーションで隣のマシンみたいなやつもあると思うんですけど、そうですね、これうちペックフライが2台あるんですけど、もともとこのペックフライしかなかったんですけど、あれだとリアデルトもできますよね。また今度説明したいなと思うんですけど、この場合も、昔はこういうタイプのペックフライばっかりだと思うんですけど、この場合もやっぱりこの通常のこの使い方だと肩がやっぱ不安定なので、あとここの収縮感も弱いですね。なんでこういうマシンも起動次第なんですけど、パッドをこう抱える感じで、抱えるんですか、こう手で覆う感じですね。で、まあ基本的にはこう挟む動きでやってもらうといいかなと思います。手のひらと隣でこのままこういうふうにドーンと感じですってやってもらうと、すごい、収縮感も出るし、パワーも出ると。で、肩も痛めにくいなっていう感じですね。はい。まあ、結構こういうマシンだと、これ大きいからいいんですよ。ここ持っちゃうと、こんくらい狭くなっちゃうのもあるんで、これさすがに狭すぎるので、そういうマシンはあんまり良くないかなと思います。そういうマシンだったら、ちょっとこう、こういう風に持つといいかもしれないですね。前、愛知式で井上さんがやってたような感じですね。こう、パッドをこう、肘で、いいじゃないですか。前腕でこう押さえつけていて、このままこう閉じるんですね。でもいいのかなっていうふうに思います。はい。以上、ペックフライマシンですね。はい、ちなみに設定するときに、このストレッチの部分っていうか、スタートのポジションっていうのはどのぐらいですか？僕は、あまりストレッチ意識重視じゃないので、あまり深くしないようにしてますね。まあ、ギリギリ開いてて、胸に重さが乗っかって当たらないギリギリぐらいのとこから閉じるようにしてますね。ただ、あんまり深いと、こう、レストポーズするときに深すぎちゃうので、まあ、なんすかね、邪魔にならないギリギリの浅さですね。はい。で、やってます。例えば、ストレッチを重視するんだったら、僕、ダンベルフライの方がいいかなと思いますね。ここの乗っかりっていうのはやっぱダンベルフライの方が大きいの、しっかり入ってくるので。ただまあ、これの場合は、ほどほどのストレッチと、しっかりした収縮というイメージでやってます。はい。特に胸の真ん中のこの、際の部分に負荷が入るのは、本当にこれが一番いいのかなと思いますね。はい。なので、ぜひ、ジムにある場合は、
最後の締めでもいいんですけど、結構前半とか真ん中ぐらいでしっかり重さ使ってやってみるっていうのも面白いかなと思いますね。はい、僕は結構それで胸が変わったんで、これの高重量っていうのをすごいやり込んでよかったですね。うん、まあ今はちょっと後半にやってますけども、はい、そういう時期があって胸の結構こう刺激が入るようになったんで非常にいいですね。もうとにかくこうプレスのマシンと違って回転運動なので、三頭筋が疲れませんので、まあ胸と二頭筋と、まあ、肩の前をいかに使わずに胸で仕事させるかっていうテーマはありますけど、はい、大丈夫でしょうか。大丈夫です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。